チャプターごとに別々なんですけど、大まかなそのストーリーは同じで、なんかこうちょっと違うような雰囲気で。お、今年？はい、1年前。クリスマスが入ってから。入ってからだった気がします。入ってからです。私が人妻なんですけど、なんか日々妄想しちゃうんですよ。こっちに喋ればいいですか。はい。日々なんか妄想して、こういろんな妄想をしている私が入ってます。そうですね。人妻で OL なんです。その私のなんかその、はい、はい。恥ずかしかったシーン、やっぱセリフですかね。この一番大きい写真なんですけど、これは制服姿、本当は制服姿なんですけど、脱いじゃってるんですけどね。女子高生。はい、女子高生で、ちょっと同級生の男の子とみたいな感じの妄想をしているところと、あと制服なのに脱いだらこれっていう、もう学生時代こんな子いないですよね。そもそもトイレに行けないっていう。あ、これこれすごくその印象に残ってるんですけど、オフィスで、まあ後輩の男の子をちょっともて遊ぶんですけど、そのスタジオが窓の外が普通に人がいて、結構ハラハラしながら、セリフも結構ありますね。一作目よりもたくさん喋らせてもらって、もともと舞台とかも出てたので、なんかこう楽しかったです。ちょっとでも緊張、ドキドキして、こんなセリフ舞台では言わないからドキドキしちゃいました。なかなか自分では言わないようなはい、なんか旦那さんに向かってこうちょっと甘えるような感じのセリフとかもあって、本当にすごいすごい恥ずかしかったです。もう特に印象に残ったセリフを、もう何見てるんだにゃんこれが一番恥ずかしかったです。にゃんなんて言わないだろうみたいなそう、そうですね、この中ではなんかそのチャプターではにゃんにゃん言ってましたね。あと、どうしよっかな、旦那さんとお家でこういろんなシチュエーションを妄想して、旦那さんとイチャイチャするような感じのシーンを撮りました。私は旦那さんがいないので、なんか結婚したらそういう感じなのかなとかちょっと思いながら楽しく撮影をさせていただきました。なんかね、ちょっといろいろまあ妄想してる設定なんですけど、自分でもいろいろ妄想しちゃいました。100点になれるまでもっともっとセクシーさを追求したりとかしていきたいから、今はまだ93点にしたいです。あ、そうですね、私読者モデルをやっていたんですけど、16歳の頃から読者モデルをやっていて、でそっから舞台だったりとか、まあ、ちょっとどんな雑誌してますか。ギャル雑誌に出てましたギャルでした。はい、もうグラビア1本しか考えてないです。グラビアをやりたい。私はもうグラビアでいっぱい仕事がしたいし、たくさん水着を見てもらいたいし、なんだろう、やってて一番楽しいです。あーどこだろう、普通に言ったらエクボなんですけど、まあ、グラビアで言ったらお尻が結構、お尻とこのくびれのなんて言うんだろう、ちょっと動いていいですか、なんかこのラインがチャームポイントです。ポリなんですけどね、色もクリーム色で可愛いし、私のなんだろう、スタイルがこうもうシンプルなので一番わかりやすいかなって。あ、マスカッツのライブが12月の27日に川崎クラブチッタであります。一番今まで私が入ってからは一番大きなライブ会場なので、もうすごい楽しみにしています。バイバイ、ありがとうございました。